身長と走りの関係性。どうもこんにちは、川瀬です。このチャンネルね、見ていただいている皆さんね、主に短距離走をね、されているかなと思うんですけども、皆さんどれぐらいの身長でしょうか？まあ、もちろんね、小学生、中学生であればですね、まあ今後ね、伸びていくかなと思うんですけども、まあそういったね、育成年代の中でも、周りと比較してね、身長が低いとか高いとかですね、もしくは高校生以上ですね、ある程度発育が終わっている方、そういった方でですね、自分の身長ではどういう走りが向いているんだろうとかですね、もしくは自分は背が低すぎて、もしくは高すぎてうまく走れていないんじゃないだろうか、そうやって疑問に思うこともありますよね。短距離走にとって身長はどれぐらいがベストなんでしょうか？高い方がいいんでしょうか？低い方がいいんでしょうか？僕自身もですね、168センチということで、まあ、日本人の平均よりも少し低いぐらいなので、やはりね、もう少し高ければなと思ったこともありました。今日はですね、この身長と短距離走の、ね、走りの関係性についてですね、ご紹介をしていきたいと思います。比較的身長が低い方の走りのメリット、それからデメリット、そして逆に身長の高い方のですね、メリット、デメリット、このあたりを皆さんとね、一緒に考えていきたいと思います。なので皆さんの中で身長でですね、少しコンプレックス感じていてですね、走りね、活かしきれていないかなと悩んでいる方、あとは自分はね、低身長だから早く走ることは難しいんじゃないかと決めつけている方、そういった方にぜひね、最後までご覧いただいてですね、その攻略法を紹介していきますので、参考にしてみてください。このチャンネルは陸上競技の短距離走を中心にですね、早く走るための練習の方法、理論、考え方、このあたりね、配信しています。チャンネル登録をお済みでない方はしていただいて、別の動画もね、この後ぜひチェックをしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまずですね、短距離走にとって身長ですね、これね、どれぐらいがいいんでしょうかという話をしていきたいと思います。これをね、紐解いていくためにはですね、まあ実際に速い選手の身長どれぐらいかっていうのを見ていく必要があるかなと思います。例えば100メートル走の男子ですね、世界記録ウサイン・ボルト選手、195センチ。今年世界陸上でですね、100メートル、200メートル2冠しましたノア・ライルズ選手ですね、は180センチ。それからアジア記録持っているソヘイテン選手ですね、173センチと。まあちょっとボルト選手ね、規格外のね、大きさではあるんですけども、こうやって見ていただけるとですね、まあ身長の非常に高い選手からですね、173センチということで、まあ日本人にもですね、非常に馴染み深いですね、身長の方でもですね、ソヘイテン選手9秒8台でね、走りますので、まあ、世界にね、チャレンジしていけるだけのですね、走力を持っていると。では、日本の選手を見てみましょう。サニーブラウン選手ですね、2大会連続で世界選手権決勝に残りましたけども、190センチありますね。今年日本選手権を勝ったのは、坂井隆一郎選手ですね、170センチです。ここでもう20センチ差があるわけですね。それから日本記録を持っている山縣亮太選手は、177センチということで、まあ、ここにもばらつきがあるのがね、わかるかなと思います。なので、動画見て皆さん、自分はね、身長が低くて速く走れないんじゃないか、逆に高すぎてうまくね、体コントロールできなくて走れないんじゃないかと思われるかもしれませんけども、こう世界の選手、日本の選手見てみてもですね、さまざまな身長、190センチ超えてる大きいね、選手もいれば、170センチ台とかですね、まあ、今の日本のね、トップ選手でもですね、170切ってる小柄な方もね、多くいますよね。それぞれに合ったスプリントフォーム、そしてトレーニングをしっかりと処方していくことで、タイムを出していくことができるということがわかるかなと思います。ちなみに400メートル見てみるとですね、この100メートルの選手よりもですね、平均身長はですね、比較的高いことがわかります。これね、後ほどね、理由は説明していくんですけども、世界選手権のね、トップクラスの選手見てみても、まあ、180センチを下回る選手ほとんどいないですね。日本のね、歴代見てみてもですね、175から177ぐらいかなと思うので、まあ、170センチ切っていくような、まあ、僕みたいなね、400メートル選手はあまり、例えば45秒前半とか44走っていくっていうところではもしかしたら少ないのかもしれません。ここにはですね、100メートルと400メートルの、まあ、戦略の違いとかですね、テクニックの違いがね、関係してくるかなと思いますね。このあたりも後ほど考えていきたいと思います。はい、それでは本題の身長とスプリントですね、短距離走の関係性、これをね、解説をしていきますね。これまず結論から言ってしまうとですね、一歩の移動距離と誘客回収のスピード、ここのトレードオフになってきます。これどういうことかというと、簡単に言ってしまうと、ストライドとピッチのバランスということですね。じゃあそれぞれ解説していきますね。まず移動距離の方ですけども、ここで見ていきたいのは、接地点、足がついているポイントと、あと重心の高さですね。これの距離になってきます。なので、長身の選手であればあるほど、もちろん足は長くなってきますので、地面についているポイントから重心の高さまでの距離があるということですね。まあ逆に、身長が比較的ね、小柄な方ですと、地面に設置しているポイントから重心の高さまでは、長身の選手ほど距離がないということですね。ここの2つの点を結んだ線、この距離、これがポイントになってくるわけですね。仮に、ここまでの距離がですね、1メートルの方と1メートル10センチの方がいたとします。で、
同じ速さ、そして同じ傾き具合で前に倒れたとしますね。これ単純明快、1メーター10センチの人の方が前に重心が進んだことがわかるかなと思います。つまりですね、ここが身長の高い選手のメリット、有利なところであって、地面にね、足がドンとついて前に重心が移動していくと、ここはですね、接地点と重心点の距離が長いので、まあ一歩でですね、遠くに進むことができるというわけですね。だから単純に足が長くてですね、遠くに足がつけるではなくて、重心がどれだけ移動できるかっていうところに、この超身長の方のですね、メリットがあります。ここはですね、物理的にどうあがいてもですね、僕みたいな170センチ切っているような選手だと、190センチの方には勝てないね、ポイントの一つかなと思います。じゃあ低身長だとやっぱり速く走れないじゃんと思われるかもしれませんけども、もう一つのトレードオフのポイントですね。誘客の回収のスピードです。まあ誘客というのは、後ろから前にこう送られてくる足ですね。で、ここで関係してくるのは完成モーメントっていう話なんですけども、まあ簡単に言ってしまうと、重心点からより遠いところに重いものがあるとするとですね、まあ動きづらさですね、足は回転運動をしていくわけなので、この回転がしづらくなるということですね。以前ね、こちらの動画で膝はね、折りたたんでいきましょうねという話もね、させていただいたんですけども、そこで一例に挙げたフィギュアスケーターの例ですね。フィギュアスケート選手、その場でね、スピンするようなね、技あるかなと思うんですけども、ゆっくり回るときは手をね、パッと広げて大きく回っていきますよね。逆に高速回転していきたいときは、手をね、体に近いところに折りたたんだ状態で回転をしていきますよね。なので重心点から遠いところに、その回転の端っこですね、これがある場合はゆっくり回る。つまり走りに置き換えると、ここがですね、足が長い人ほど重心点より遠い位置にあるので動かしづらい、コントロールしにくい。フィギュアスケートの腕を折りたたんだ状態で高速回転していく場合は、回転の中心からですね、遠いところに重いものはないので、走りに置き換えていくと素早く足が回転する、つまりピッチが上がるということですね。なので重心点から体の、ね、末端までの距離が近い低身長の選手、そしてそのね、足を折りたたんでくる、この作業が比較的イージーなですね、小柄な選手にとってもですね、やはりこのピッチを出しやすいという傾向があります。超新層の選手ですね、足が長い方ですと、しっかりと足を折りたたんでこないと、この回転のスピードが出てこないということですね。なので、ここの足の動かしやすさというポイントでは、やはり小柄な選手の方が有利と言えるわけですね。つまり、まとめていくとですね、移動距離に関しては、接地点から重心までの距離が長いですね、超身長の選手の方がやはり有利である。ただし、足の回転しやすさという点では、脚全体をコントロールしやすい低身長の選手の方が有利であるということですね。では、少し話はそれますけど、先ほどの400メートルの話をしました。これね、400メートルと100メートル、走りの違いにもやっぱ関わってくるところですね。 400m の選手がね、 100m の選手よりも平均身長が高いという話もさせてもらいましたけども、これはやはり 100m よりも一歩の移動距離を重視しているからですね。やはりね、 100m ほどね、足を回転させてしまうとですね、 400m 間は運動時間が非常に長い関係でですね、やっぱ最後までね、スピードを維持することが難しくなってきますよね。なので、設置の時間を 100m よりもやや長くしてですね、一歩で進む距離を稼いでいくと。とした時に、やはりですね、身長が高い選手の方が少しね、有利になってくるかなと思います。まあ、もちろんですね、僕も、まあ、400m46.3 と、この身長の中ではですね、かなり高い水準のね、自己ベストを持っているんですけども、やはりね、重視したのは、もともとね、足の回転力っていうのはね、高いものを持っていたので、この一歩の移動距離、ストライドをどれだけ出せるかというところでね、100メートルもね、中心に取り組んだりもしましたし、ジャンプトレーニングもですね、少し苦手だったものを徹底的にやり込んでですね、まあ一歩の歩幅を出せるような工夫をしていく。まあそうするとね、400メートルね、ぐんとね、タイムが上がってきたというね、経験もあります。なので100メートルは身長に合わせてですね、この後ね、解説していきますけれども、戦略を練っていくと。高い線、背の高い選手は一歩の歩幅は出てくるので、足を回りやすいようにコントロールしてあげる。逆に低い選手は足は回りやすいので、一歩の歩幅を出せるようなトレーニングをしていくと。もしくは逆に長所をね、どんどん磨いていくっていうのね、一つのね、戦略かなと思いますので、ここが皆さんの身長、そして持っている能力ですね、ここに合わせたトレーニングをですね、構成していくことが非常にね、重要になってくるかなと思います。はい、それではですね、具体的な練習の方法をね、紹介していくんですけども、今日ね、伸ばしたい能力というのは2つでしたよね。まず、一歩でどれだけ進めるかというところですね。これと、誘客の回収のスピード、後ろから前に足をプカンと素早く持ってくるというところですね。超身長の選手は前者が得意であり、低身長の選手は後者の方が得意であるということですね。で、それぞれ練習の方法をね、紹介していきますので、皆さんのですね、身長、それから走り方、
能力に合わせてですね、ここはね、カスタマイズしてもらうといいかなと思います。それではまず移動距離を出していく練習ですね。まあ特にですね、低身長の選手で、まあ回転が非常に速いと。なのでこの一歩の移動距離を出すことでもっとタイムを向上させる可能性があるかなと思います。この練習を2つだけ紹介していきます。まずはバウンディングですね。まあこれね、一歩で遠くにつきましょうではなくて、要は接地の瞬間にどれだけですね、脚全体をですね、硬いバネとして扱えることができるかというところですね。いわゆるスティフネスという話。スティフネスというのは足のバネの硬さを表すね、一つの指標ですね。なのでスプリンターとしてはですね、硬いバネ、着地の瞬間にぐしゃんと潰れないようなバネを持っていることが重要になってきます。なのでここを引き上げていく練習としてバウンディングはやはり有効ですね。まあちょっと習得の難易度とか、一歩でね、遠くに飛べるようになるにはかなり時間かかるものですし、筋力もね、かなり必要になってくるんですけども、まあ非常にね、有効な手段ですね。僕もね、社会人になってからですね、100メートル、400メートル伸ばしたいと考えた時に、このバウンディング徹底的に取り組んだりもしました。それからもう一つね、有効な方法としてはホッピングですね。こちらもジャンプのトレーニングになってくるんですけども、これも片足で連続ジャンプでどこまで遠くに行けるかというね、まあ、ケンケンですね。バウンディングもより片足で連続でね、着地していく関係で、高いね、スティフネス求められてきますね。なので、レベルの高い方はミニハードルとかハードルとかね、並べてみて、高いところから着地していく。もしくは、遠くまで一歩で飛んでいくようなものをですね、やってみるといいかなと思います。なので、やはりストライドを出していくにあたってはですね、足の長さというのはね、低身長の選手でね、急に伸ばすことがね、不可能になってきますので、着地の圧に耐えられる、強い筋力、それからバネの能力、これを引き上げていくこと。結果的に、後ろの方向に足がですね、進展、股関節が進展していくスピードを引き上げて、重心を前に早く運んでいくと。ここ能力を引き上げていきたいわけですね。でこういったプライオメトリックストレーニングね、やってもらったら、その感覚そのままにね、ちょっとね、走ってみるとかですね、走りに落とし込んでいく作業っていうのがね、非常に重要になってくるかなと思います。それからもう一つ伸ばしたい能力として、誘脚の回収のスピードですね、早く後ろから前に足を持ってきましょうねというところで、特に身長の高い選手ですね、少し動きがまったりしてしまうよっていう方ですね。やはりコントロールはしづらいわけなので、しっかりと足を折りたたんで前に持ってくると。これで動かしやすさが出てきますので、ここをね、トレーニングをしていきましょう。一つ目練習方法としてはピックアップですね。ピックアップというのは、かかとお尻の後ろに、お尻の下にですね、引き上げてこようと。拾い上げてこようと。このピックアップという意味ですね。まず膝を折りたたむ練習になってくるんですね。なので、このドリルをやる際はですね、足をくるん、くるんと回すのではなくて、できるだけね、直線的に膝がですね、前方向に引き出してくるような意識でやってみてください。遠回りするのではなく、近道で足を前に出していくというものですね。結果的に、かかとがお尻の下にバツンと強く入ることでですね、この誘脚の回収のスピードね、引き上がってくるかなと思いますので、やってみましょう。まあ、ドリルとしてもいいですし、これね、100歩とか200歩とかやってみると、まあ、非常にいい補強になってくれますので、僕もね、投球練習とか、ハムストリングスに刺激入れたい時とかですね、100メートルずっとピックアップしてみるとか、まあそういった練習もね、よくやりますね。それからもう一つはギャロップですね。タタンタタンのリズムですね。前にジャンプのような形でね、飛んでいくような、ジャンプのような形で進んでいくね、ドリルなんですけども、まあ、跳躍選手がね、よくやってるのをね、見かけるかなと思います。スプリント的にしていくなら、より水平方向に進むね、スピードギャロップというのがですね、おすすめですね。これもね、膝にポイント持ってもらって、膝をね、着地の瞬間に遠くに引き出す意識をします。そして、その着地点に対して自分が進むのを待って、で一瞬で足を入れ替えてまた次のねギャロップをしていくというものですね。このギャロップで空中でですね、できるだけ遠くに早く行くためにはですね、ジャンプしてから足を引き出そうで遅いんですね。着地の瞬間に一瞬で後ろから前にグンと足を持ってくると。ここのね、勢いと出力するタイミングをね、しっかりと学んでほしいので、空中で上がかず、接地の瞬間に足を前に引き出していく、そんな意識でですね、やってみてください。このギャロップからですね、素早いスプリントに切り替えていくとですね、くるくるくると足が回転していくのがね、わかるかなと思いますので、ぜひね、チャレンジをしてみましょう。はい、ということで今日はですね、身長と走りの関係性ということでね、お話をさせていただきました。まあ、皆さんの中にはですね、もう少し身長があったらなとか、逆にですね、高すぎてうまくね、コントロールできず、もうちょっと低かったらよかったなとかね、思うこともありますよね。まあそういったですね、固定概念は一旦置いといてですね、今の自分の体格とかですね、持っている能力ですね、こういったものをうまく分析してですね、自分の走りをですね、
構築していく必要があるかなと思います。決して低い身長だから速く走れないわけでもないですし、高い身長だからですね、まあこの回転数がですね、まあ、非常に遅くなっちゃうというわけでもありません。練習次第でね、しっかりとタイム引き上げてくるかなと思いますので、それぞれのね、能力に合った、体格に合ったですね、走りを皆さんね、見つけていってください。まあ他の種目ね、ハードルとか高跳びとかですね、まあ跳躍系の種目に関してはやはりね、高い選手の方がね、有利かなと思いますので、まあ短距離走に関してはですね、比較的融通が効きやすいですね、競技になってきます。なので皆さんの今の体フル活用してですね、どんどんタイムを上げていってもらいたいなと思います。まあ、この身長に関してでもいいですし、他のね、走りの課題に関すること、質問、リクエストありましたらですね、コメント欄もしくは LINE の公式アカウントから直接メッセージをね、いただければと思います。ではまた。